都心のゲーセンは開店から非常に暑く、東京都豊島区のゲーセンにて午後2時頃に 36.7 度を記録しました。気象庁は全国のドンダーに対し、シングルで上位局を頑張るのは熱中症のリスクを高めるため、可能な限りロール処理を使うよう呼びかけています。さらに、気象庁は熱中症対策として、毎年7月下旬に実施される、冷凍ビームチャレンジを、例年より早めて行う予定です。